さらにもう一段階バチ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 すごいパワーだこれだったらセルに勝てるよねあの父さんすごいパワーはいいけど変身はまだえだから変身だよまさか筋肉がムキムキになって気が大きくなっただけのこと変身だなんて余っちゃること言わないよね変身って言うんだから不審者セルみたいに明らかに見た目や形態が変わるんだよねいやそれは父さん早く変身してよ まさかあの父さんが、なかなか極山筋肉になっただけのことを変身だなんて、そんながっかり筋肉んなこと言ってたわけじゃないよね。父さんはがっかり筋肉んじゃないよね。なんてこった。ご飯の中で変身のハードルが上がりすぎている。父さん、早くしてよ。それとももしかしてやっぱりさっきの極山筋肉が変身だったのまさかね父さん。父さんまさかね。そう、どうしたらいい今更極山筋肉が変身でしたなんて言えるはずもね。そんなことしたら、オラの遺言がなくなってしまえ。 あと今更だけど、極山筋肉ってなんだごはん。父さん、本当に早くしてよ。てかやっぱり極山筋肉が変身だったの極山筋肉が父さんにとっての限界だったのもしそうだったら、僕がっかりしすぎて修行をほっぽり出して、有名な学者になるために勉強しちゃうとさん、それでもいいのそれでもいいのやべ、このままだったらごはんが優秀な学者になっちめ。こうなったらやけだ。はーい。バチバチバチ,バチ、バチ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 、バチ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 。 これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変身慣れてねえんだ。おや父さん。なぜか眉毛がなくなり、ニーズも悪くなって、途中せ不思議と頭髪は変わらないサイヤ人なのにカビが伸びてる。これはまさしく変身です。変身って言って間違いないでしょう。修行です。早速修行に戻りましょう、父さん。ああ、そうしよう。